写真を奏者から見た時の弦の感じなんですけど、左から G 線、D 線、A 線、E 線ってなってます。で、一番上に GDAE とかっていうのはその弦の名前ですけど、まあそれは開放弦の音を表しております。なんか一番何も指で押さえずに一番左側を弾くと G の音、まあ、ソの音ですね、が出ます。で、その一番左が G 線なんですけど、それのちょっと手前に A って書いてる、もっと手前に B とか C とか D とか書いてるんですけど、それはだいたいそのあたりを押さえれば A の音が出て、B のところを押さえれば B の音が出て、C のところを押さえれば C、D を押さえれば D が出るという意味ですね。例えば D の、まあこれは例の音ですけど、それは隣の弦のにも一番上に D って書いてあるんですけど、これは何も押さえなくて、伝えなければまあ D の音が出るということですけど、一番左の G 線の D って書いてあるところを押さえても、その隣の D 線で何も押さえずに音を出しても同じ音が出る、同じ高さの音が出るということになっています。で、この書いてあるのは、第一ポジションで押さえる、都庁長で押さえるところ、都庁長の音階を弾こうと思った時には、今こう赤いアルファベットで書いてあるところを押さえればいいということですね。あ、もちろん一番上に書いてあるのは何も押さえないわけなんですけど、でこの形をそのまま表にしたつもりなんですね。右左側の表にしたつもりなんです。ちょっと一時的にちょっと小さくすると。こんな感じで左が一番左の縦に伸びてる列が G 線で、これ右側にある写真に対応してるわけですね。で、順番にその右の列、 D 線の列、 A 線の列、 E 線の列っていうのが対応してるわけです。で、この表にはそのやっぱり GDA っていうかアルファベットも書いてあるんですが、それと同時に数字が書いてあって、これは周波数、その時に例えば G という A というところを押さえたときに出る周波数が 221Hz だということです。まあ、そうなるように、まあ調弦してあるわけですけど、で、そうか、ピタゴラスの周波数と純正率の周波数と両方書いてあるんですけど、純正率の結局使わないので、これも書かなくてもよかったんじゃないかという指摘も受けて、まあ、確かにそうだなと、消そうと思ってたんですけど、ちょっと消してないです。なんか数字が横に並んで2つあるのは、まあ昨日説明したんでそれ聞いてもらってもいいんですけど、まあ右側の数字は気にしなくていい、左側の数字だけ使います。で、これに従って今日もちょっとまずは分散和音、つまり和音を同時に弾くんじゃなくて続けて弾くというやつをしますね。これページを見ます。もうちょっと小さくかな。よいしょっと。まずは G のところか、まず音階このまま全部の音を弾きますね、順番に。ちょっとチューナーを出してて多いんですね。チューナーの右上にある数字とこの表の数字を対応させて確認して弾きます。チューナーは、まあ、これの表に合わせてるんで、ピタゴラスの方に
自分のあの針が真ん中に来て緑色のランプがつけば合ってるところです。蝶々の音階を弾いた一番低い音から一番高い音、まあ、この表の一番高い音まで弾いてまた一番低い音まで戻ってきます。今度これを一つ飛ばし、二つ飛ばし、だから長3度短3度完全4度長3度短3度完全4度というそういう幅をごとに幅で音を飛ばして上がって下がるというのをします。次は今度は音階単と単調の音階練習をします。これは
サードポジションで書いてありますね。ここからいきます。今 D 線の G の音を押さえてます。ここから出発します。これが主音なんで、表のどこの音を押さえるかっていうのは昨日説明したので、もう今日は時間も毎回説明すると時間かかるので今日は説明しませんけど、昨日のを見てくれれば説明、結構時間取って説明してあります。あ、分かんなくなります。